アウグスト・カーニッツは、オーストリア・ハンガリー帝国の植物学者である。バルカン地方の植物を研究した。現在のルーマニアのルゴジで生まれた。ナジケ・レシュやティミシュアラの高校を卒業した後、1861年にウィーン大学に入学し、医学と自然科学をウンガーやフェンツル、ナイル・ライヒの下で学んだ。1864年に、スラボニア、ドイツ、フランス、 ベルギー、オランダ、イタリアへ研究旅行し、1867年のパリの植物学会議にも参加した。チュービンゲン大学でフーゴー・フォン・モールの下で研究し、博士号を得た。1869年から1872年の間、ハンガリーのモション・マジャロー・バールの高等農業学校の教授を務めた後、現在のルーマニアのクルジュイコールナポカに新たに、 設立された大学の教授に任じられ、大学植物園や標本館を設立した。スラボニア、ルーマニア、ボスニア、モンテネグロ、アルバニア、セルビアなどの植物の分類学研究を行った。ハンガリーで働いた植物学者たち、キタイベルパール、ヨハン・ホイフェル、アウグスト・グリーゼバフ・ハラと交流し、1877年から1892年の間、 植物辞典、マジャールのビニタにラポックを編集、出版した。菊花科の植物の種、ヒラニウムカニッツ部などに、懸命された。カニッツは、植物の学名で命名者を示す場合に、アウグストカーニッツを示すのに使われる。ありがとうございます。